こんにちは。今回はこちらの帽子をご紹介します。アラン模様がこのように入ってボンボンもついた可愛いデザインになっています。今回の動画では表引き上げ編みや裏引き上げ編みの編み方を学びながら、かぎ針でアラン模様が編めるようになりますので、最後までご視聴ください。こちらの図回りは約48センチになります。こちらの深さはだいたい20センチになります。3歳から5歳の帽子になりますが、8号針を使用したので、大人サイズを編む場合はかぎ針10号などに針をかいて編んでください。もうちょっと小さい子の場合は7号とか6号とかに変えて編むといいと思います。ここのリブ編みのところが、このぐらい4センチか5センチぐらいで終わってるんですけど、子供サイズなのであまり毛糸を使いたくないな、軽く編みたいなと思ったので、 100g で編める帽子を作りました。で、このボンボンの作り方は100均で このようなあのものが売ってて、これは7センチ、直径7センチなんですけど、これに、毛糸を、100回ずつこちらとこちらに巻きつけてできたのがこのポンポンになります。最後につけて、アクセントにしました。では、編み方をご紹介していきます。こちらの羊ちゃんナチュラルカラーナンバー5番の、この糸を2本取りにして編みます。中細の糸で、編むのは、ただ糸がなかったので、2本取りにして編みます。8号針で編んでいくので、それに合った糸で編んでください。では最初に作り目から編んでいきます。かぎ針15針 6.0mm の、針を使って編んでいきます。糸を絞ってから鎖目64目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。15針がなかったら、8号針の針でゆるく編めばいいです。64目編んできました。そしたら、8号針に変えてこの作り目を輪にします。よじれないように、このように見ながら最初の目に糸を引き抜きます。はい。そしたら、立ち上がり鎖3目編みます。3編んだら、最初の目は、引き抜いたところの目ですので、ここは編まずにこちらの、鎖のちょっと見にくいんですけど、鎖の裏山のポコ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 って今横にしてるんですけど、この、山を拾って、長編みを編んでいきます。
この立ち上がり鎖3目は長編み1目分になります。今1目編んだので長編みを全部で63目編んでください。裏山を拾って長編み、はい、64目で立ち上がりも含めて64目長編みを編んできました。そしたら、この立ち上がりの3目目に、糸を引き抜くんですけど、ここがよじれてないかもう一回確認して糸を引き抜いてください。ちょっと割れちゃう。はい、これで1段ができました。そしたら、今度から模様に入るんですけど、これちょっと試しに編んだんですけど、このここから今立ち上がりのところはここになるので、このラインのところの模様を編んでいきます。その後このアラン模様の縄編みのところに入るんですけど、最初ここから編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら針に糸をかけて、表引き上げ編みを2目編みます。前段の目の足に側に針を入れて糸を引き出して針に糸をかけて2本引き抜きます。また針に糸をかけて2本引き抜きます。これで表引き上げ編みができました。もう一回針に糸をかけて前段の目の足に側に針を入れて針に糸をかけて糸を引き出して、あとは長編みの要領で2本編んでまた2本編む。これで2本な、表引き上げ編みが編めました。そしたら次の目は普通に長編みを編みます。これで4目一模様になります。そしたら次は、アラン模様のところになるので、12目表引き上げ編みを編んでいきます。ここですね。表引き上げ編み12目編んできました。そしたらまた4目の模様になります。長編みを1目編みます。次は表引き上げ編み2目。次は長編み、これを編んだら表引き上げ編み12目を編んでいきます。で12目編んだら今のこの、長編み表引き上げ編みを2目、また長編み1目を繰り返し編んでいきます。はい、編んできました。そしたら、この一模様を4回繰り返して編んだことになります。最後は、引き上げ編み12目で終わっています。そしたら、立ち上がりの鎖3目目に糸を引き抜いて、これでこの段が終わります。
そしたら、次はアラン模様に、交差が入ります。こちらの、見えにくいですけど、こちらの部分になります。で、ここの模様はずっと同じ引き上げ編みを2目編むので、ここは変わりなく編んでいくんですけど、ここのアラン模様のところだけ、ちょっと交差が入ったりするのでややこしいんですけど説明します。立ち上がり鎖3目編んだら、引き上げ編みを2目編んで、次は長編みを1目編みます。そしたら、ここのところ12目、引き上げ編みの12目のところに入ります。針に糸をかけて、ここの引き上げ編み3目飛ばして、4目目ここに、引き上げ編み3目編みます。表引き上げ編みです。1、2、3目、3目編んだら、この、編まなかったこの3目の最初の目に、針を入れて長編みを編みます。針に糸をかけて、後ろからこの最初の目に針を入れます。そして長編みを編みます。はい、次は隣の目、この編まなかった、もう後ろの方に行ってしまいました、編まなかったこの2目めを長編みで編みます。ちょっと足を長くするように引き出してから編むようにしてください。休めた3目めの目に針を入れて、糸を引き出して長編みを編みます。これで交差が1つできました。そしたら、次はまた3目飛ばして4目目、今度は長編みを編みます。ちょっと足を長くして1目、2目、3目、このように編んだら、今度は前から表引き上げ編みを戻って編みます。この編まなかった3目の最初の目のこの足に針を入れて長編みを編みます。針に糸をかけて、足に針を入れて、糸を引き出して、2本引き出して、引き抜いて、針に糸をかけて2本引き抜きます。またこの 3目目、足に側に針を入れて2本引き抜いて、また2本引き抜きます。これで12目、表引き上げ編みのところの模様ができました。そしたら、次は、長編みのところの目ですので、また長編みを1目普通に編みます。次は、表引き上げ編みの
目のところですので、表引き上げ編みを2目編んで、で長編みを1目編みます。はい、次は、表引き上げ編み12目編んだところのとこですので、針に糸をかけたら1、2、3目飛ばして4目目の足に針を入れて、表引き上げ編みをこのように長めに編みます。糸を引き出して2本引き抜いて、また2本引き抜きます。はい、3目目表引き上げ編みを編みます。そしたら針に糸をかけて、この休めた目の最初の目、一番右の目に針を入れて長編みを編みます。隣の目に針を入れて長編み、この頭に針を入れて長編み。次は、3目飛ばして4目目に長編みを編みます。足を長めに取って、このように引き出して長編み。3目編んだらまた戻って、今度は表引き上げ編みを3目編みます。1、2、3。はい、これで12目の引き上げ編みをのところの模様を編みました。そしたら、次はこの長編みのところですので、普通に長編みを1目、次は引き上げ編みを2目、次は長編み1目。そしたらまた12目の引き上げ編みの交差のところを編んでいきます。これを繰り返し編んでいきます。3段目編み終えるところです。このように交差を編んで、最初の立ち上がりの鎖3目のところの目に糸を引き抜いて、これで3段目編み終えました。そしたら4段目は立ち上がり鎖3目編んで、この引き上げの模様のところ2目表引き上げ編みを編んで、長編みを1目編んだら、今度引き上げ編みの12目のところは普通に引き上げ、表引き上げ編み12目を編んでいくんですけど、3目、編んだらこの後ろに行ってる長編みのところのこの足のところに針を入れて表引き上げ編みを編んでいきます。ちょっと後ろになってるので編みづらいんですけど、こちらも表引き上げ編みで、こちら側の裏にな、後ろになってるこの長編みのところの足にも表引き上げ編み、
この表にある3目も表引き上げ編み、あれ糸がかかってない、はい、これで、表引き上げ編み12目編みました。だからここの4目のところは同じように変わらず長編み1目表引き上げ編み2目長編み1目でこれを繰り返します。表引き上げ編み12目、表引き上げ編みを12目編んできて最後に来ました。立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて糸を引き抜いてこの段が終わります。そしたら次の段も同じように今と同じように編んでいきます。立ち上がり鎖3目で長表引き上げ編み2目次長編み1目編んだら、表引き上げ編みを12目編みます。そしたら、長編み1目表引き上げ編み2目長編み1目編んでまた表引き上げ編み12目を編んで繰り返していきます。はい、最後まで来ました。そしたら立ち上がり鎖3目のところを糸を引き抜いてこれで5段目が編み終わりました。そしたら、6段目は交差が入ります。12目の引き上げ編みのところに交差をここで3段目で編んだ交差編みを編んでいきます。3の倍数の段で交差が入っていきます。で交差を入れたら2段は普通に表引き上げ編みを12目編んでいく形になります。はい、11段編んできました。次は、交差の段になるんですけどここで、原目に入りたいと思います。立ち上がり鎖3目編んだらこちら、表引き上げ編みが2目あるんですけどこれを原目します。足に針を入れて途中まで編みます。こちらも、この途中まで編んで一度に3本引き抜きます。これで1目減りました。で長編みは普通に長編みを1目編んででここは交差を編みます。はい、交差が編めました。そしたら長編みのところは長編みを普通に編んでこちら原目のところですね針に糸をかけて前段の足に針を入れて糸を引き出して2本編みます。そしたらまた針に糸をかけて足のところに針を入れて糸を引き出して2本引きます。そしたら
ここ3目一度に引き抜いて、これで1目になります。で長編み1目で、あと交差、これを繰り返していきます。はい、編んできました。交差が終わって最後、3目立ち上がり3目のところに糸を引き抜いて、これで終わります。12段目が編み終えました。立ち上がり鎖3目編んだら、ここ、2目一度になってる前段2目一度を編んだところを、また足を束に、この2目束に針を入れて、表引き上げ編みを編みます。そしたら、次は長編みになってるので普通に長編みを編みます。ここは普通に表引き上げ編みを3目編むんですけど、3目編んだらここの、長編みを編んだ後ろの部分を、3目一度に長編みを編みます。長編みの途中まで3目編みます。この未完成を編んで、最後にこの4本の 目を一度に引き抜いて長編み3目一度を編みます。こちらの3目も長編みの3目一度を編みます。で最後に引き抜きます。そしたらここの、表の引き上げ編み3目は普通に引き上げ編み3目編みます。これを繰り返していきます。次は長編みで、ここは表引き上げ編みをこの2目針に入れて1目編みます。次は長編み、そしたら、全体で44目になりました。そしたら、14段目最後の目になります。立ち上がり鎖3目編んだら、ここで、長編み2目一度編みます。未完成を2目編んで、これで1目減りました。そしたら、引き上げ編みのところはそのまま、すいません、つなぎ目が入っちゃってんですけど、引き上げ編みはそのままここも3目引き上げ編みで編んで、でここが長編みで減目したところの目を2目一度の長編みでまた目を減らします。未完成を2目編んで糸を引き抜きます。これで長編み2目一度を編みました。そしたらここは、引き上げ編み、だからここは、表引き上げ編みなので、そのまま3目
表引き上げ編みで編んで、で、ここはずっと線になってるところの、目ですけど、ここは3目になってるので、ここは長編み3目一度編みたいと思います。未完成を3目編んで一度に引き抜きます。でここは、引き上げ編みをそのまま3目編んで、次は減目した後ろの方の長編みのところ2目を2目一度の長編みで編みます。次は、表引き上げ編みを3目そのまま編みます、はい。次は、長編み3目一度を編みます。はい、最後、表引き上げ編み3目編んだら、最初の立ち上がりのこの3目目に糸を引き抜いて、これで14段目が編み終えました。これで、ここの穴を閉じるので、閉じ分だけ20センチぐらい残して糸をカットします。とじ針に糸を通したら、この鎖になってる目の内側の目に、どうしようかな、こうすくう感じで、半目内側を拾って目を絞っていきます。こう絞りながら閉じていけばいいと思います。最後まで来たら、もう一回ちょっと目のところに、針を入れて絞りたいと思います、はい。これで、完全に穴が塞がったら、反対が裏側に縫い付けて糸始末します。はい、はい、できました。上の部分ができたので、下のゴム編み部分になるところを編みたいと思います。ここが立ち上がりの、ところなので、ここに、ちょっと針を入れるのが大変なので、この横のところに側に針を入れて糸を引き抜きます。そしたら立ち上がり鎖3目編んで、
これが、裏側の目になるので、次表引き上げ編みを編んでいきます。はい、そしたら今度は裏の引き上げ編みを編んでいきます。針に糸をかけて後ろからこの足に針を入れて糸を引き抜いて針に糸をかけて2本引き抜いてまた針に糸をかけて2本引き抜きます。これが裏引き上げ編みです。次は表引き上げ編み。次は裏引き上げ編み。後ろから針を入れて糸を引き出してこの2本を引き抜いてまた2本引き抜く。今度は表引き上げ編み。次は裏引き上げ編み。このように交互に編んでいきます。はい、一周編んできました。最後の目は表引き上げ編みで終わっています。そしたら立ち上がりの鎖3目のこの3目目に針を引き抜いて1段目終わります。そしたら、2段目から立ち上がり鎖3目同じように編んで表引き上げ編みからまた編んでいきます。表引き上げ編み、裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編み。このようにずっと同じ編み方で段を進めていきます。はい、4段編んできました。そしたら糸始末をしますのでこの引き抜いた目をそのまま引き出してとじ分だけ残して糸をカットします。そしたら、裏側の編み地にこのように少し戻る感じで針を入れて縫い付けます。ここを編むのにつけた糸端とこの本体の、作り目の最初の糸端も同じように、裏側に縫い付けて糸始末してください。はい、このようにボンボンもつけてアイロンを、浮かせてスチームをたっぷり当てて形を整えたら完成になります。